3D 移動テクニックベッドパレットの移動コマンドが動作する方法として移動ベクトルの開始点は常に選択した要素の頂点変表面上になくてはなりません空間上のどこからでもできるわけではありません移動ベクトルの開始点を他のポイントで使用する場合はメインメニューコンテキストメニューまたはキーボードショートカットで 移動コマンドを使用することができますその後、移動ベクトルの開始点としての任意の点を指定します例えばこの右側にある区形を左側の手前のコーナーから真ん中の手前のコーナーまでの距離分移動させますこれを行うには区形を選択しコンテキストメニューから移動コマンドを選択し 移動ベクトルの開始点と終点としての2つのコーナーを指定します。